フィリップ・ロスはアメリカの小説家。現代のアメリカ文学を代表する小説家の一人であり、文芸批評家のハロルド・ブルームは、現代を代表する米国人小説家として、ロスト・コーマック、マッカーシー、ドン・デリーロ、トマス・ピンチョンの4人を挙げている。アイデンティティの問題や、性愛、結婚への不適合に苦悩する主人公を描いた内政的な作品から、 アメリカの社会や歴史を虚構として、再構築したスケールの大きい物語までテーマは、幅広い。ニュージャージー州ニューアークで、カリツヤ系ユダヤ人移民の子として生まれる。ラトガース大学、バックネル大学、シカゴ大学で学ぶ。ソウルベローと、新興、全米批評家協会賞を、それぞれ2度、ペン、フォークナー賞を3度獲得するなど、 現代アメリカ文学を代表する巨匠への道を着実に歩み続けている。2001年にはアメリカ芸術文学アカデミーよりその功績が称えられゴールドメダルが授与。同年第1回フランツカフカ賞を受賞。2004年にはプロットアゲンストアメリカもしもアメリカがデサイドワイズ賞を受賞。2018年5月22日、鬱血精神不全で死去した。 ありがとうございます。